まあ、ラーメンも4年ぐらい食べてない。もう終わったらコテコテの美味しい本気のラーメンを日本に帰ってきて食べたいなって。食べに行こう。例えば二郎系。あ、行きたいです。二郎系の油増し増し。あ、いいです。やってみたいです。ギットギットやってみたい。やってみたい。はい、これ覚えてます？はい、覚えてます。ほん、あの今先ほど本当に大石さんとついさっきこの夢を叶えてきました。はい、 VTR ご覧ください。ということで藤波あかり選手念願のこの店にやってまいりました。はい、はい、やばいです。歴史を刻めというラーメン店、人気店なんですが、あかり選手歴史刻みました。はい、はい、刻みました。いや、じゃあ今日は歴史を刻めでラーメンいただきたいと思います。さあ、藤波選手をお連れしたのは二郎系の名店歴史を刻め新栄店。早速店内にお邪魔しました。ほら、二郎系ラーメンのどういうところが好きなんですか？はい、いや、まず二郎系ラーメンも初なんですけど。あ、二郎系初なの？はい、生まれて初めてです。よかったね。はい、生まれて初なので、はい、どんなんか分からないです。本当にもうSNS では見てたので、はい、超楽しみです。じゃあすいません、お待たせしました。ニンニク入れますか？ニンニク増し増しで。きた、ニンニク増し増しで。これ山盛りですね。お待たせしました。どうぞ。出ました、あかり選手。やばい、ありがとうございます。うわやばい、これやばいですね。ちょっとどうすか、夢にまで見たな。はい、なんか夢みたいです本当に。これじゃあ豚からいっていいですか？豚からいきましょう。いただきます。え、4年ぶりでしょ。これ肉からいく意味がわかるね。本当に先に食わないといけないもん。やばやばいやばい。おいしい？めっちゃおいしい。うわ、さあ、4年越しのラーメン行きました。金メダルを取った後のこのラーメンどうですか？金取ってよかった。マジでおいしい。うまっ。いやー、よかったね。どうでした？4年ぶりのラーメン二郎系増し増し、はい、どうでした？はい、本当にずっとさっき言ったんです、夢見たラーメンだったので最高に美味しかったです。はい、そうですか。はい。